誰も知らないカリエド、イカレッタコスケです。百竜夜行、竜行、カムラ、ヨウチ、ですかね。なんと、高難易度と自負する、高難易度のモンスターが出ると自負する、しかも、マガイマガが乱入してくると自負する、百竜夜行イベントというわけで、久々の百竜夜行は、行ってみましょう。主が通常個体で、 来るとかじゃないよね。なんかリオレイヤー、普通のリオレイヤーじゃなく、て主っぽく見えたんですけど、さて、このカムラの里、この私が、一歩抜きんでて、お助け申す。このな、魔界村を守りし、村を守るのに、えっ、ー、と、定評のあるアーサーと、それからあの、ロックマンを守るのに定評のある人と、それからあの、なんだ、あの、ライダーを守るのに定評がある、この三人組でね、行こうと思いますよ。いや、めちゃくちゃ久しぶりだな。<laughs> そういえば。 百竜役をめちゃくちゃ久しぶりですね。いや、もう覚えてないわ。<laughs> あの、イカレタコスケ、あの、同じゲームを一つきしなかったら全て忘れると噂の男ですからね。ま、あいいでしょう。昔の流れとよろしく。まあ、難易度。強化個体難易度らしいですけども。まあ、私の昔の流れよろしくでやっていこうか。私はね、ここに、不玄さんを置きたい。一発目で不玄さんをぶっ破していた。そんな記憶が不玄さん。 この、ちょっと、決めポーズがあるから少し遅くなってしまう、不玄さん。これで、全体のレベルを、アッペーン大砲が解放された。これによって、大砲を第二段階として置くわけだが、私は、この大砲を地面に置く。地面に置くことによって、カバー距離を増やすというわけさ。そうさ。大砲はな、距離が全然ないんだ。でもまあ、もう一個はここに置いといてもいいだろう。これ大砲じゃんだなんだ、もう俺忘れとるやん。これ自動大砲じゃないやん。 ここに逮捕を置いても何の意味もないわ。すまん、カムラのみんな。<laughs> この村、もうダメかもしれんよ。完全に、今、これが自動逮捕だ。自動逮捕が4問もある、すごいなって思ってたからね。自動逮捕が、4問もあるわけないだろうそんなにな、この国は、この里は、お金持ちじゃないんだというわけで、もう十分にこの村を守るに値するであろう、イオリ君。あとは、よろしく頼んだよ。もう、先人たちはもうダメだ。 この村を守った男、アーサーはもう、もうダメだ。大砲を、無人の大砲を自動逮捕と勘違いしてしまった。どうやら彼は未来から来たようだ。大物リオレイアだね。いいでしょう。大物リオレイアさん。私はね、金を鳴らすことに何の躊躇もないと自負する男だ。これ味方がいればね、反撃の呪しも一人で撃ってもこの移動時間がなく,たな,くならなくてもったいなくないんだが、今回は、一人ぼっちなんでね、 だいたい一人ぼっちですけども、ぼっちけんぼっちランベルはこの鐘を鳴らして、あの鐘を鳴らして、そう、リオレイヤに攻撃しようと思っていたのに、ふうっかりフルフルに攻撃ししまった。もう口も回んないしで、まあと、朝の9時だからな。それは口も回らないですよ。許してください。許してください。リオレイヤで、このリオレイヤの、リオレイヤのお肉で許してください。 強い、素晴らしい、この火力、勘違いしそうになるじゃない。俺はこんなにも火力が出るんだと、勘違いしそうになっちまうななんか忘れてることないあ、やっと、そう、ここで里森大砲が来た。私がさっき説明していたことの続きを説明しよう。そう、里森大砲は、ここに置く。この移動中、最もモンスターが、近くまで寄り、そしてそこから離れていく。まあ、あ簡単に言うと、効果的である、この場所。まあ、あ門の向こう側に置いてしまうと意味はないが。 でも、一台やれば十分だろう。う、見せてくれ。その大砲の医療、撃ってますか撃ってますかそうです。この通りね。まあもちろん攻撃されると破壊されてしまうんですけども、サンブレイクで百竜夜行来たらわかんないけど、少なくとも、現状の百竜夜行では、まあ壊れるのすぐ治るしね、結構取り返しがつくんですよ。届けー届かぬ届かぬ流撃層の思いちょっと、ふ <laughs> っまあ、もう、花粉花粉が。 まだ、未だにブタクサが、生き残っていやがる。お前たち、あまり暴れるんじゃない。花粉が舞うぞ。第一陣終了となりました。そして、ここに、流用せかかし、かかし、もうダメだ。口もあんねえわ。せかかしを置いて、落とする。そう、ここはな、自動バリッサたちが、みんな後ろを向いている。違うぞ、みんな。逆だ。こっちじゃない。そっちだ。おっと、お前は、あ、そうか。なんか、あれだ、あの、来るって言ってたね。来るって言ってたよ。 あの、まがいまガどさんが、まがいまガどさんが、里にお邪魔するって言ってましたよ。あれ、ここでつし教官こんなに早くつし教官出るっけまあいいけどね。行くぜ！っは。行くぜ総竜総ざる俺が、ぜーてん大すこんなんダメージしたんだなぶっ壊れてんな、まがいまガど待っていたよ。どこに出ましたかねマまがいまドどさんや。まがいまガどさんどこに出ましたかねマまがいまドどさんあ、違うな マガイマガドさんちょっと待って、ひ、こっち。あ、いたいたいた、いたいたいた。マガイくらえお前はここで、この、ラージャンに、ぶっ飛ばされ、一瞬で、粉々になって、しまうんだよさあ、どうだどうですもう、あ、そうか、切れてんな。切れてるから、どうするか。<laughs> 根が切れてしまっている。このまま、通常攻撃殴っていると時間がかかる。そうしたらば、仕方があるまいて。なんだ、今のは。<laughs> あいつ、 何か荒手の技を使ったか今、ものすごい衝撃波が走ったように見えたが、まあいいでしょう。とりあえず、ここで、後ろで粗相しているアンジャナフ君はお尻を貫いたところで、そして、弾解放、弾解放、波流砲解放、固定、お固定武装エンファイヤーが、発動しましたね。これも、地上に置くべき、一品といったところだ。いつあいつ、あいつら、レーザーを、だったらばよ、 こちラよ。こちラもよ。レーザーをよ。やめろやめろ。こちラもよ。レーザーをよ。ぶっ放してやるぜ。まずはお前だ。ほい。はい。はい。レーザーほーさあ、この固定式エンファイヤーで。お前たちはもう、袋のネズミちゃんだぜ。大物ティガレックスだ。大物ティガレックスか。多分もう、ここの門も怪しいだろうから、ここの入り口に。 もう入り口には大砲が、大砲がすでにいましたね。じゃあ、ここに、この、エンファイアーを置いておこうと思ったら反撃ののろしが上がってしまったが、まあいいでしょう。反撃ののろし、最強の、こ、この防衛システムは、私、おっと待って、そこの猿、そこの猿止まりなさい決まった大物、あれれれれれ、あれれれれなんか、猿にも乗れないし、マガイマカも帰ったしね、すべてが終わった頃にやってくる、ティガレックスくん。 それはあかんですよ。そうか。武器で撃退というミッションがある。武器で撃退させてもらおう。なんかと、とマガイマガとか普通に乱入してくるのが珍しいぐらいで、特になんか、今んところ難しいっていのは、まあまあ、ラストのな。ラストの、シマキヒ彦さんが、強化シマキヒ彦ってことあれそうだよね。イベントでこの間、強化いぶし巻コ来たんだよね。あれ単あれ違うか単体いぶし巻コか。あ、もしかしてこのクエストって、 ストーリーのイブシマキヒコ百流夜行の強化版ってことかなそうじゃない多分そうだね。強化されたモンスターって最後のイブシマキヒコか。おっと、みんなにトラ、割と、割とこの登竜門としてみんなにトラウマを植え付けていた、このイブシマキヒコ戦が、なんとまさかの強化してやってきたということですかそいつは最後のイブシマキヒコ見せてもらいたいものだイブシマキヒコちゃんとの準備をしに行こうか。 そう。いぶし巻彦戦が苦手な人はね。まあ私もこれ、強化いぶし巻彦は初ですけどね。この第3戦に入るとき、まあ第2戦までに第1問が破壊されていなければ、このタイミングでこっちにやってこよう。そして、ここ。ボスが来ると壊されてしまうところが多々ありますので、そうならないように、壊されない場所に物を置いていこう。何を置くか。そう、さっき説明した自動型というやつだ。 トータルダメージはね、もう馬鹿になりませんから、必ずこいつを置いておこう。そして私は、中央部に、この、ハイメガキャノン。固定式、炎砲台を置き、そして、火炎熱線をセットする。こうすることで、門を攻撃する奴は、すべて、燃やし尽くす。そういう三段になる。一回爆発してしまうと、無くなってしまう。この、竹爆弾は、ミッションでもない限り、私は、使わない。そして、 ここに、挟み撃ちだ。お互いを迎え撃つように、ここを、この門の前に来た、ボスが、燃やし尽くされささ、さ,さら,らら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 。そしてさっきも言った通り、大砲は距離がないので、こいつも、地上に置いておこう。あとは、まあ、壊されないところに。壊されないところ。まあ、この辺だけど、まあんまり届かないけどね。この辺に、自動バリスタを置く。まあ、もういいでしょ。レッツゴーさあ、かかってこい。あ、 まあ、かかってこいって言ったけど、あれだね。第一問まだ壊れてないからね。まあ、ゆっくり待っているとしよう。いやー、いぶしまきひくんもさ、わかるよまあね。この、この時点でのイブシマキヒコくんは、あのー、生きた年齢イコール彼女いない歴だからね。まあ、焦る気持ちもわかるよね。それは百流夜行も起こしますよ。そんな彼をね、討伐するハンターっていうのはまあ、ある意味、逆、恋のキュービット。 ま、結果的にここで討伐されることによって、傷ついたイブシマキヒコくんをね、ナルハタヒメちゃんが、迎え入れ、そしてピンチになったら食い殺すというね。まあ、そういった <laughs>、バイオレンスに発展するわけですね。まあ、だからね、イブシマキヒコくん君がいるのはね、恋愛戦じゃないんだな。ここはね、火曜サスペンスの世界なんだ。さ、防衛が崩された。やってくるか、イブシマキ。 まだ全然壊されてない。暇。いや、向こうね、自動系のやつを全部置いてるからね、やっぱ門の前に置いてると火力出るんでしょうね。全然壊されませんね。多分、ザコとかは、あのー、ボスじゃないやつとかは全部、多分、里の森人さんたちがね、やってしまってるんじゃないかな。ちゃんとこれ判定残ってんの、すごいよね。見えてないところでもね。クリューや孔中だったのに、眠ってしまっていた。 恐ろしい緊張感のその肯定さが、私の自律神経に働きかけたというわけか。寝起きだったのに寝て起きたあ、よし。いぶしまきひこいますかあ、そうか。いぶしまきひこ出現してから、こっちいつも来てたんだな。順序間違えちゃった。いぶしまきひこが登場して、いぶしまきひこが門を破壊して、こっちに移動するまでの間に、さっきのこっちのセッティングやっておけばよかったのに、私は第二次に全てを任せて、 第三陣、何第二陣に、え、第三陣を迎えるときに、まあ、あの、この人たちにみんな任せて、後ろに勝手に引っ込んでしまったっていうね。まあ、そういう流れになってしまいましたね。これは失敬。これは失敬したよ。ちょ、百流役を久々だから許してくれよ。しょうがないだろう。人間誰しも、間違いはあるってもんさ。さ、反撃の呪しが出ているうちに、前に出ておこうか。いい曲が流れてきたぜ。 かかってこいとああ時間かかるいや、反撃ののろしあるから早く早くかかしてよーしよし行こ、行くぞ反撃ののろしアタックお前が、強化、いぶし巻彦くんかい君が、君が噂の、強化、いぶし巻彦くんかいだがまあ、言うた、言うて、そのいぶし巻彦と戦ってる時とは、もう装備がね、違うからね、この通り、空中で、空中でゼルダよろしく空気をね、操りへ。あ待ちょっ待って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 ,待ってくれや。 ちょっと待ってください。空気に乗っかり、気流に乗っかり、空を飛ぶのもお茶の子さいさいというわけだ。さあ来るがいい。私のこの、お前さんはそういえば、他のモンスターをほぼ引き連れてこないんだったな。そう、残念だったな。ということは、もう負けかく。この身見ろこっちは、お前もうハンターは4人で狩りに行く。そんなお前古い伝統なんてものはなくなったんだ。お前こっち何人いると思ってんだ、お前。10人近い。 人だ人間が、お前たちを、お前を、狩るために、ここに、存在している。ないんだ、そんなもの。4人で、ハントしなきゃいけないのはないんだよ。こっちとらね、数人の犠牲を払って、お前さんを倒さなければ、村が滅んじゃうから、4人の縛りとかね、そういうことやってる場合じゃないんだな。そういう、そういうこと言ってる場合じゃないんですよ。こっちにはね、お前、あれですよ。あの、女子供、あの、戦えない非戦闘、お前やめろやめるんだいくらかかってると思ってるんだこの、里を作るために、 一体どれだけの、ああだった。どれだけの木材が、自然破壊が行われていると思っている。この木材はすなわち、お前たち、自然が作り出したもの。その木材を攻撃するってことは、つまり、自ら自然を破壊する。ああ、なんだっけ、それ。あ、忘れてた。それ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 ,それ。それ,それ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 。それそそれれだ。まあ、でも大丈夫だろう。こちらには、なんせ、ヨモギちゃん。ヨモギクラッシュ。そうか。そうだよ。門を破壊してくるんだ。 お前はそういうやつだったなそう、狙うならば、まずは本丸、正しいね。お前の行いは正しいよ。だがそれは、戦としては、まあ、伊串牧彦も必死だろうけども、こっちとらな、この人数にガトリングガン撃ってくる女の子いますからね、超さすがにね、聞いてないよってなるだろうな。ハンターは、お前ともかくとしても、ガトリングガンって、ガトリングガン撃ってくるんですけど、ガトリングガンと大砲と、 ガ,ガトリングガン大砲とお前、なんかビーム兵器のようなものを撃ってくる、そんなとこ、ここを早く出してください <laughs> 早く、早く出してください多分、まあ、イブシ巻き人的にはそんな感じ。過去の私が暮らしていた時代には、このイブシがいた時代には、ガトリングガンなんていうそんな便利なものはなかった。それは、そんな危ないものがあるんだったら、もうここはもう古竜は来ないよ。古竜とて来ないよ。古竜だって選ぶ権利があるよ。 攻めるところだって私ここはあくまで百竜夜行の通り道であってなんか理由があってここに来てるわけじゃないんですよだからね私ここ来なくてもいいんですわもう、まあ、うまくやっていきましょううまくやっていきましょう私彼女が欲しいだけなんです彼女がいれば特にあの子供を産んで楽しく幸せにちょ,ちょっと待って待って待ってイブし暮らしていこうというねそういう人のちょ,のちょ結構なんかすごいななんかすごいぞあれれ強化されてる強化されてるかもなんかすばすごいよ追尾性が 半テンポ速くないかい全然動けんぞ。こんなに動けなくなかったよね。もっと余裕あったよね。全然普通に、その辺で問いし、トントントンで研いてれば、オッケーだった感じするけど。なんか、お、ちょっと待って待って待って。解げねえよ。解げねえだ。と、すごいコンボすごいコンボだお、なんだこいつずー,ーっと、あーえびっくりした。捕まったのかと思った。いや、捕まったのか。あれ、こんな技あっただがしかしよ。文明の力には、 あらがえなかったな。いぶし巻彦たとえお前たちモンスターが、どれほど強くなったとしても、人間の文明は、さらにその上を行くあ、そんなこと言ってる場合じゃねえ。そんなこと言ってる場合じゃない。ここは門を通、門を復活させなければいけないから。あ、門を復活門を守らなければいけないから。ちょっとこんなにあったっけこんなあったかこんな難しかったか適当に振ってれば倒せたのでは <laughs> そんな感じのイメージがあったぞ、いぶしさんよ。いや、まぁ初めていぶし巻彦に挑んだときはそんなことなかったけど。 なんかビーム2つに分かれてる。あんなに避けにくかったま。あとりあえずやつの間違える間違えてしまう。操作は間違えてしまう。折り方がわからなくなってしまう。あれ降ろしてくれ降ろしてくれ。あれ <laughs> ちょっとおい降りれないんだけど <laughs>、降りれたそう。待て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 頼みます。頼みますよ。僕はいけるか。いやーいけない。あかんあかんだ。なんかなんか撃つやつ速射砲だ。これを用意しておこう。あかんあかん反撃の押しが切れてしまう。<laughs> 強い。 いや、強い強いさ普通に、うわ、強い何この人うわさう負けてしまった強いやん。いぶしさん。いぶしさん強いやん。ガチの本気出してきた。百竜夜行では最難関じゃないですか私の勘違いでなければ。私の、私が下手になりすぎて勘違いしてるんでなければ。普通に強いのでは生きる伝説だでも、褒められたからってさ、褒められてどうこう、命をかけるほどさ、僕は安くないんだ。わかりますか まあこの後にやっぱ賃金になるものをね、賃金になるものをもらえなければ、言葉だけでね、ちょっとね、昔はね、偉い人の言葉だけでね、今昔だからいいか。じゃあいいや。よし倒しきれここからはガチンコバトルだいやずっとガチンコバトルでしたけど、BGM が切り替わったな。動画ではわからないかもしれないが、英雄の証になった。この最終関門を、と、お、帰ってくるイカレタコスケブーメラン イカレタコスケブーメランローリングイカレタコスローリングお疲れさん。さすがに。<laughs> この里、破らせるわけにはいかなかったな。でも強くなってんじゃない強くなってる気がするよ。やったー風人の流局だこれは嬉しい。風人の流局。ま、あ今あのー、単体巻彦来たけどね。昔は風人の流局、大変だったからな。 ラスボス倒しに行くか、百竜夜行でしか手に入んないっていう最高激レア品でしたからね。果たしてしかし、どうなるのかなサンブレイク。この超和風の世界で戦い続けてると、サンブレイクのね、あの洋風な世界というものが果たして、今までのモンスターハンターの世界みたいにではなくて、あくまで和風と、対をなす形の洋風の世界に行くんですかね。それはそれで楽しみですが、雅な世界だ。アーサーの装備もさらに、 似合うことになるだろう。さあ、報酬。やったぜ、S ランクだ。まあでも、報酬は変わんないんじゃないのさすがに。重鎧玉が4つ出てますね。瑠璃珠、修羅珠。報酬としては多いか。前回の青芦らちゃんはね、私倒せなかったからわかんなかったけど、報酬違ったらしいからね。消息チケットが7枚。俺が出てないだけなのか。もうちょっと、過去の、シマキヒ彦百竜、というか、まああの、何の、百竜夜行と、 そんなに素材がどう違うのか分かんないけど、123って出たっけ ?123 が出るのあれ ?987 じゃなくて123なの。どういうこと <laughs> それを集められるのかなもともと出たっけかまあいいでしょ。22分32秒。結構やってたんだな。まあ途中ね、取り出てずっと待ってたからな。待ちぼうけしてたからな。まあちょっとカメラの人にはね、怒られるかもしれない。お前何やってたんだと。一応もう一回詳細を見ておこう。ダン 竜子、カムラ、なるほどね、竜子ってのはそういうことか。マガイマガドとイブシモアキヒコ。なるほど、なるほど。そういう流れですかね。あいつも、一応マガイマガドもオンコリュウだから竜っていう、そういう突っ込みはなしですね。大規模なる百竜役を死人せり、風神竜イブシモアキヒコ、これを率いる、その群勢溝うなり。これなんかイベントクエストのま、あでもこの、対難をのけ、里に真の安寧をって書いてあるから、 一応、クリア後の世界なのかなあ、でもクリアしてない人でもイベントを受けられるからそういうわけじゃないのか。ここだと書いてないんですけど、ここに書いてあるんだよね。強力なモンスターが現れる百竜役をに挑み、日々鍛えた仮の腕前を試そう。って書いてあるんですよ。だから、まあ、強力なモンスターって、イブシマキヒもまあ、あの、モンハン初心者からすれば強力なモンスターだし、マガイマグドも強力なモンスターなんだけど、でも、 あえて、だってもともとね、マガイマガドの、あの、乱入戦とか、イブシマキヒコの、え、百竜夜行はあるから、おそらく強化個体だろうな。少なくともあの、イブシマキヒコはな。なんか AI も強化されてそんな感じするよ。青芦良もなんかそんな感じしたしな。というわけで、今回は、百竜夜行。報酬は、わからないので、え、わかった人はコメント欄に。それでは、誰も知らないカリオド、イカレタコスケでした。